少年。こんなところで何を黄昏れておるのかね。黄昏れてなんかいないけどね。もう釣りはいいの？今からが入れ食いじゃない？うん、もう十分。久しぶりに堪能しちゃったわ。あ、そうだ。もう読書するとか言って置きっぱなしにしちゃってさ、もったいないお化けが出るわよ。ああ、ちょうど読み終わったばかりでさ、目が疲れたから気分転換に散歩してたところなんだ。こーら。な、何？また一人だけで何か溜め込もうとしてるの？わかるんだってば、そういうの。だいたいね、フェアじゃないわよ。ヨシアだって私が落ち込んだ時には慰めるくせに。私じゃ父さんみたいに頼りにはならないと思うけど、それでもこうやって一緒にいてあげられるんだから。ごめん。こういう時にはありがとうでしょ。ヨシアって頭はいいけど肝心なことが分かってないんだから。本当にそうだな。ありがとうエステル。うむうむ、苦しゅうない。あ、そうだ、ハーモニカを一曲。お礼はそのあたりでいいわよ。仰せのままに。星のありかでいいかな。なんでかな、ハーモニカの音って夕焼けの中で聞くとなんだか泣けてくるよね。相変わらず何も聞かないんだね。約束したじゃない、話してくれる気になるまで私からは聞かないってね。それに5年も経つんだもん、なんかどうでもよくなったし。そう、5年もだよ。どうして何も聞かずに一緒に暮らせたりするんだい。あの日父さんに担ぎ込まれたボロボロで傷だらけの子供を、昔のことを一切喋らない得体の知れない人間なんかを、どうして君たちは受け入れてくれるんだい。そんなの当たり前じゃない。だってヨシアは家族だし。前にも言ったけど、私ヨシアのことってかなりいろいろと知ってるのよね。本が好きで不器用タクで、やたらと要領が良くて、人当たりはいいけど他人行儀で人を寄せ付けないところがあって。ちょっと。でも面倒見は良くて、実はかなりの寂しがり屋。もちろん過去も含めて全部知ってるわけじゃないけど、それを言うなら父さんの過去だって私あまりよく知らないのよね。だからといって私と父さんが家族であることに変わりはないじゃない。多分それは父さんの性格とか癖とか料理の好みとか、そういった肌で感じられる部分を私がよく知ってるからだと思う。ヨシアだってそれと同じよ。本当に君にはかなわないな。初めて会った時、飛び蹴りを食らった時からね。
そんなことしたっけ。うん、怪我人に向かって何度もね。幼い頃の過ちってことで。はいはい。ねえエステル、今回の事件絶対に解決しよう。父さんが捕まってるかどうかまだはっきりしてないけど、それでも僕たちの手で絶対に。うん、もちの論よ。そろそろ宿に戻ろうか。食事の用意もできてる頃だろうし。うん、お腹ペコペコ。しっかりご飯を食べて真夜中に備えなくちゃね。あ、忘れてた。よしや、この本。ああ、もう読み終わったんだよな。かさばるし、どうしようかな。誰かにあげちゃえば？捨てるのもなんだし。そうだね、そうする。君たち助けてくれたまえ。さすがにもう限界だ。うわ、すごい。少しだけ見直しちゃったわ。確かにシェラさんに付き合って意識が残っているのは珍しいかもね。いいところに来たじゃない。お姉さんと一緒に飲みましょう。いいでしょ、いいでしょね。あ、私たちはこれからご飯食べるからダメだってば。やだやだ、一緒に飲むったら飲むの。飲んでくれないと暴れてやる。だだっこモードに入った。シェラさん、オリビエさんがまだ大丈夫みたいな感じですよ。付き合ってもらったらどうですか？なんだ、まだいけるわね。ヨシア君、あんまりな仕打ちじゃないか。さすがにかわいそうじゃない？そうかな。でも意地悪な君も小悪魔的で素敵だ。確かに心配なさそうね。それじゃあ僕たちはカウンターの方に行こうか。邪魔するのもなんだしね。うん、そうね。シェラ君、お願いだからそれ以上は注がないで。さすがの超マイペース男も酔ったシェラ姉には勝てなかったか。いやー、飲んだ飲んだ。最近いろいろあって飲めなかったから久しぶりに堪能しちゃったわ。もう完全にシラフだし。シェラさん、何か特殊な訓練でも受けているんじゃないんですか？ゲテモノ種の類は昔から飲んでたけど、サソリ入りとかマムシ入りとか、それで酒に強くなったのかしら。いや、それは違うんじゃないかな。それよりこいつどうするの？しばらく使い物になんないわよ。このまま寝かせておきましょう。ここから先は
空賊たちと直接対決になる可能性が高いわ。やっぱりただの民間人を巻き込むわけにはいかないからね。もしかしてついてこさせなくするためにわざとオリベイを酔わせたとか。え、当たり前じゃない、神領遠望の賜物ってやつよ。その間は何なのよ。絶対ナチュラルに楽しんでたね。さてと、夜も更けてきたわ。早速宿の周辺を回りながら張り込みを始めるとしますか。あ、ごまかした。お黙り。とりあえず昼間に話を聞いた外れの桟橋まで見回りをするわよ。はい、わかりました。それじゃ、レッツゴの用事か知らないけど、あの兄弟本当に現れるのかな。確かに確証はないけど、ロイドさんの情報が正しければきっと現れるんじゃないかな。でもあまり動き回ったら見つかって逃げられる可能性があるわ。空賊たちは街道から来るみたいだし、そちらを見張っていた方が良さそうね。確かに。それじゃあどのあたりで見張ろうか。街道方面がチェックできて向こうには気づかれない場所、そんな場所が良さそうだね。さてと、少し早い時間に着いたか。そうだね。ああ、昼間だったらここで食事とかできるのにさ。無茶言うなよ。俺たちはお尋ね者なんだぞ。ほれ、さっさと行くぞ。ああ、待ってよ、キールニー。やっぱりあいつらか。外れにある桟橋の方に向かったみたいだね。何をするつもりなんだろう。それは見てのお楽しみってね。気づかれないように近づくわよ。さすがにまだ来てないか。しかしあの連中いつも時間通りに来るよな。僕あいつら嫌い。なんか偉そうだし、それにちょっと怖いんだもん。確かに得体の知れん連中ではあるな。だが仕方ないさ、ドルン兄貴の命令だからな。ここなら大丈夫そうね。会話もバッチリ聞こえる。ねえキール兄、ドルン兄、最近おかしくない？大体変だよ、定期船
金を乗っ取ったのだって。確かに身入りは良かったけど、軍が本腰入れて介入してきたし、遊撃士なんていう生意気な連中まで絡んでくるし、それに人質を取って身代金まで要求するなんて、さすがにやりすぎだと思う。なんだかんだ言ってお前も女の子なんだな。心底悪党にはなりきれねえか。褒めてるんだよ、これでも。辛いんだったらお前だけでも故郷に戻っていいんだぜ。高望みさえしなければあそこは暮らしやすい場所だ。リベールよりはちょっと寒いけどな。いくら兄でも怒るぞ。だいたい僕がいなかったら食事も洗濯もままならないくせに。僕がロレンドに行ってた時の惨状を繰り返すつもりかよ。そいつはごめん、こもりたいが。でもちった考えておけ。これ以上引き返せなくなる前にな。ま、それはそれとして、確かにドルン兄貴の様子がちょいと変というのは同感だ。身代金の額を釣り上げるために時間を稼ぐってのも限度がある。その見極めがつかないほど兄貴はバカじゃないと思うが。やっぱりさ、あいつが来てからじゃないの？そうとしか考えられないよ。確かに連中を紹介したのもやつだしな。何か吹き込まれたのかもしれねえ。あいつ、やつ？誰のことかしらね。あれはどうしたの？来たみたいだよ。よう、おいでなすったな。相変わらず時間通りじゃねえか。ふん、少しは遅れてくるなり早く来たりすればいいのにさ。まったく可愛げがない連中だよね。時間厳守が我々の習いでね。気に触ったのなら謝罪しよう。単なる嫌味だよ。ほんと可愛げがないんだから。ほら、話が進まねえだろ。とりあえず早速ビジネスの話といこう。その後の進展はあったのかい？ああ、ついに陛下が動かれた。ご自分の資産から身代金を拠出するおつもりだ。そうか、女王さんの財布からかよ。いよいよ大詰めってわけだな。王国軍の方はどうなの？僕たちのアジトの場所に気づいたような気配はある？まだのようだな。しかし時間の問題だろう。遊撃士協会のメンバーが動いているという情報もある。いずれにせよ、成功の暁にはアジトを捨てることになるぞ。ああ、どうせ偶然見つけた狩宿だ。兄貴だって未練はないはずさ。また怪しげなのが現れたわね。知らねえ、どうする？突入して一気に蹴りつけようか。それよりいい考えがあるわよ。いい考え？あの兄弟が現れたってことは、近くに空賊艇が停泊してるはず。また逃げられたらかなわないし、先にそちらを抑えるのはどう？なるほど、まずは足を奪うってことね。私は賛成だけど、ヨシアは？ヨシア？ああ、空賊艇を先に抑える案か。僕もその方がいいと思う。
どうしたの？なんか顔がこわばってない？いや、きっと気のせいさ。あまり時間はないわ。彼らの話が終わるまでに街道に出て空賊艇を探すわよ。まずは空賊艇を抑えなきゃ。さっさと街道に出て探さないとね。なるほど、琥珀の塔の前か。確かに街道から外れてるから停泊場所としてはうってつけね。それでシラさん、すぐに彼らを制圧しますか？そうね、前に遭遇した時と比べて手下の人数が倍以上いるけど。大丈夫だって、制圧できない数じゃないよ。このまま一気に蹴りよ。それはどうかと思うけどね。いやー、待たせてしまったね。オリビ、静かに、あいつらに気づかれるよ。驚いたわね。あの酔いつぶれた状態からよくそこまで回復したもんだわ。任せてくれたまえ。胃の中のものをすべて戻して、冷たい水を頭からかぶってきた。ありえない。なんというか、執念ですね。こんな面白そうなことを見逃すわけにはいかないからね。ちょうど宿から出たところで、街道に出る君たちを見かけてようやく追いついたという次第さ。爪が甘かったわね。歌手の一気飲みでもさせておけばよかったかしら。それは確実に死ねるんで勘弁してくれたまえ。それよりも君たち、ここで空賊たちと戦うのは少々面白くないと思わないか？別に面白くなくてもいいの。いや、これは真面目な話。ここで戦ってついでにあの兄弟を捕らえたところでだ。彼らがアジトの場所について口を割らない可能性だってある。それどころか人質を盾に釈放を要求してくるかもしれない。何事にもリスクはつきものだわ。それともリスクを回避できるいいアイデアでもあるのかしら？諸君、耳を貸したまえ。いいけど、息を吹きかけたりしたらマジでぶん殴るからね。兄貴、お嬢、お帰りなさい。結構かかりましたね。話が長引いたんすか？なあ、いよいよ大詰めだからな。王国軍の動向も含めてかなりの情報を仕入れてきた。それじゃあいよいよ。うん、数日のうちに身の代金をいただき、僕たちの夢に向かって一歩前進といったところだ。こらこら、まだ喜ぶのは早いっての。とりあえずアジトに戻ってドルン兄貴に報告するとしよう。みんな急いで撤収だよ。勝てるぜ。気温21度、湿度 15%、 南南西、風速12ア、周囲の動力反応はなしだよ。軍の巡回はなさそうだな。オーバルエンジン始動。船体各部への動力伝達を開始。アイサー、各部への動力伝達。オーバルフロータ、オーバルドライバー、スタビライザーも。よし、カプア空賊団所属。アイアイサー。
動率を 40% に固定。そのただしいつでも戦闘速度に切り替えられるように。アイサー、やれやれ、夜明け前には戻れ。ああ、とっとと眠りたいところだが、ドルム兄貴に報告しないとな。あれ、なんか音がしなかったか。いや、聞こえなかったけど。妙だな、確か戦争の方から。ネズミでもいるのかな。暇を見て掃除でもするかね。ここに来てから昼夜逆転の生活だからな。まあもう少しの辛抱でこんな生活ともおさらばさ。ドルンのお頭について。しかし最近のお頭ちょっとばっかないっていうか。お前ね、兄貴やお嬢に聞かれたら。でも寝不足で疲れてるんだよ。とっとと片付け終わら。今すぐ休んでも OK だけど。え、お前たちは。遅いってば。されたとしてもその時は空賊艇を制圧すればいい。飛行船の内部は狭いから多数との戦いにも有利に働くしね。オリビアさん、そこまで考えていたんですか。いや、全く。敵地潜入というシチュエーションが単に面白そうだと思っただけさ。あんたね。まあいいじゃない、こうして無事潜入できたんだし。それよりもここは霧降り峡谷みたい。霧降り峡谷ってボースとロレントの境にある。そっか、だから外が白く霞んでるのか。それと大型船は侵入できない高低差の激しい入り組んだ地形。シェラさんの推測どうやら当たってたみたいですね。せっかくの推測もあまり役に立たなかったけどね。さてと、あまりグズグズはできないわ。空賊たちを制圧しつつ監禁されている人質たちの安全を確保するわよ。もちろんカシウス先生もね。うん、了解です。
まだまだいけるわ。手下がいるみたいだね。あ、なんだ、新入りが？ガク、そんなわけないでしょ。緊張感のないれ。でもよ、それ以外に、まさか。ピンポン。遊撃士協会の者です。降伏した方が身のためですよ。冗談じゃねえ。帰り討ちにしやがる。正直に言わないとひどい目に遭わすわよ。勝手にしやがれ。誰が喋るもんかよ。あら、そう、エステル、どいてなさい。うん。手加減しているから簡単に気絶できないでしょ。素直に話してくれればゆっくりと寝かせてあげるわ。この人の階にいる。素直でよろしい。キールとジョゼットっていう狩猟閣の連中はどこにいるの？ふざけるな。誰がそこまで喋るかよ。人質はともかく自分たちのボスは売れないか。仕方ない。ないわね。失礼ね。これでも手加減してるんだから。確かにそこはかとなく気持ちよさそうな感じではあるね。あら、試してみる？いや、またの機会に。人質が監禁されているのは下の階みたいですね。急ぎましょう。
おやすみ、子猫ちゃんたち。おやすみ、子猫ちゃんたち。それにしてもここって一体何なのかな。あいつらが作ったにしては大きすぎるし古めかしいけど、大昔の城塞のような雰囲気ね。その頃の隠し砦をアジトとして使っているんじゃないかしら。大崩壊から数百年以上戦乱の世が続いたそうだからね。こういうものが残っていてもそれほど不思議ではないだろう。大崩壊？1200年前にあったっていう古代ゼムリア文明の崩壊のことだよ。天変地異が原因と言われているんだ。ああ、前にアルバ教授が言ってた。しかし発見されにくいとはいえ、アジトにするには少々悪趣味だわね。魔獣までうろついているし、男女体なんてこんなものかしら。あのシェラさん、それは激しく違うと思うよ。休み、子猫ちゃんたち。何これ？動力式の掃除機だね。最新機種みたいだから盗まれたものかもしれないね。何か挟まってる。それはノート？うん、そうみたいだけど、なんで掃除機の中にこんなものが入ってるのかな。訳ありの品かもしれないわ。念のため保管しておきなさい。うん、そうするわ。
でいけるわ。話し声が聞こえる。お前たちは遊撃士だ。どうやらその奥の部屋におとなしく降伏する。いや、派手すぎるようですな。みんな無事？遊撃士協会の者よ。皆さんを救出しに来たわ。ほんまか。わいら助かったんか。見張りは片付けました。とりあえず安心してください。本当か？助かったの？私は定期船リンデ号の船長を務めるグラントという。本当にありがとう。何と礼を言ったらいいか。お礼は脱出の後でね。ところで、あれいないみたいだね。どうしたのかね。人質になった人ってこれ。ああ、その通りだが、リンデ号に乗っていた乗客乗員はこれで全部だよ。カシウス・ブライトという人は定期船に乗っていませんでしたか？遊撃士協会の人間なんですが。カシウス・ブライト、どこかで聞いたことがあるような。あの船長、あのお客様じゃあります。離陸直前に船を降りられた。ああ、そういえばそんな人がいたな。どういうこと？いや、ボースを離陸する直前に船を降りたお客さんがいたんだよ。オートから乗ってきた男性で、確かにそんな感じの名前だった。だって乗客名簿には。何せ離陸直前の下船だったから、書類の手続きがロレント到着後に手続きするはずが、風俗に襲撃されてそのままなんだ。そういうことですか。父さんが空賊に捕まるなんて変だとは思っていたけど。はあ、ようやく疑問が評価したわね。それは頂上。ちょっと待ってよ。それじゃ父さんは何をしているわけ？これだけの騒ぎになってるのに、どうして連絡をよこさないの？落ち着いて、エステル。確かにそれは気になるけど、今ここで考えても仕方がない。ここにいる人たちの安全を確保するのが優先だよ。分かった。今は忘れる。皆さん、我々はこれから空賊のボスの逮捕に向かうわ。申し訳ないけど、もう少しだけここで辛抱していてちょうだい。ああ、どうかよろしくお願いする。こうなったら腹くくったわしやから、安城頑張り。うん、任せ。
これって行き止まり？いや、何かありそうだな。試しに押してみようか。昔の隠し砦でなかなかけれん味があるものだね。ここは霧降り峡谷の一角ですね。シェラさん、先に人質を脱出させますか？いや、空賊の狩猟を抑える方が先よ。脱出させる最中に襲われたら、とてもあの数は守りきれないわ。あ、そっかそれでは中に戻って風俗の狩猟と対面するとしようか。ここが狩猟の部屋。女王が身の代金を出し上がるか。これで貧乏暮らしともおさらばだな。兄貴、油断は禁物だぜ。身の代金が入るのはこれからだ。うん、まずは人質解放の段取りを決めなくちゃね。人質解放？おいおい、どうしてそんな面倒くせえことしなくちゃならねえんだ。え、そんなもんミラだけいただいて皆殺しにすりゃ済むじゃねえか。生かしておく必要はねえだろう。ドルンニー、冗談きついぜ。連中には俺たちの顔しっかり覚えられてるんだぜ。リベールから高飛びしても足がつくかもしれねえだろうが。子供だっているんだよ。本当に殺しちゃうつもりなの？めったくおめえときたらいつまでたってもアマちゃんだな。ままごとやってんじゃねえんだぞ。そんな僕、兄貴、悪いが俺もそれだけは反対だ。そこまでやっちゃエイドスだって許しちゃくれん。それに血まみれのミラで故郷を取り戻したくないんだよ。いつからそんな偉くなったんだ。なめた口叩くんじゃねえ。キルリ何が故郷だ。せっかく大金が手に入るのに今さらあんなしみったれた土地を取り戻してどうするつもりだよ。南のリゾートあたりで合流するに決まってるだろうが。それでミラがなくなったらまた飛行船を強奪すりゃいい。それがこれからのカプア空賊団ってやつだぜ。ギャー、ドルンニー、どうしちゃったの？本当にどうしちゃったのさ。お取り込み中のところを悪いんだけどさ、兄弟喧嘩は後にしてくんない？遊撃したも、どうしてこの場所に。薄情なこと言わないでくれ。君たちがあの船で運んでくれたんじゃないか。バカな、何をふざけたこと言ってる。まさか琥珀の塔の前に飛行艇を止めてたでしょ。隙を見て忍び込んで戦争に隠れてたってわけ。
いわゆる密航ってやつね。ずっこいぞこの能天気女。誰が能天気よ、この生意気ボクっ子。なんだと口喧嘩はそのくらいで、人質は解放したし、他のメンバーも倒しました。残るはあなたたちだけです。遊撃士協会の規約に基づき、あなたたちを逮捕拘束するわ。逆らわない方が身のためよ。すまねえ兄貴。ごめんなさい。まあいい、大目に見といてやるよ。こいつらぶっ殺せばそれで済むわけだからな。なんですって。バカな連中だぜ。その程度の人数でこのドルンカプアを捕まえようとするとはな。軽々と。ジール、ジョゼット、さっさと獲物を取り終わり、こいつらを血祭りにあげるぞ。おとなしく降伏してもらうわよ。抵抗したりしたら分かってるでしょうね。え、やだ、堪忍してください。とほほほ、こんな終わり方ありかよ。なんで俺動力砲なんざ持ってんだ。だって兄貴ドルンに。おお、ジョゼット、ロレントから帰ってきたのか。こんな早く帰ってきたってことはやっぱうまくいかなかったんだな。ごまかすな。まあこれに懲りたらアラゴタ俺たちに任せておけよ。ちまちました稼ぎだが、へーに気長にやりゃいい。ドルニー何言ってるの。兄貴しっかりしろよ。ジョゼットはとっくにロレントから戻ってきただろう。敵戦を襲った直後に俺が迎えに行ったじゃないか。は？敵戦を襲うだと。なあに、夢みたいな話をしてやがる。そんな危ない橋渡れるわけないだろうが。何言ってんのこいつ。言い逃れじゃなさそうだけど。さっきから気になってたんだが、この奇妙な連中は何者なんだよ。まさか新入りじゃねえだろうな。残念ながら違うわね。私たちは遊撃士協会のものよ。はあ？なんでこんなところに遊撃士がいやがんだ。
ダメだこりゃ、本当に忘れてるみたいね。面白い展開になってきたね。忘れていようといまいと逮捕することに変わりないわ。定期船強奪、人質監禁、身代金要求など諸々の容疑でね。定期船強奪、人質監禁、身代金要求だと？キリン、ジョゼット、これは何の冗談だ？トルンに聞きたいのがこっちだよ。だが兄貴のおかげでチャンスができたぜ。後だ。とにかくここを脱出するぞ。煙が喉に。早く部屋から出ましょう。あいつらどこに行ったの？上だ。空賊艇で逃げるつもりだよ。ここまで追い詰めて取り逃がすわけにはいかないわ。全力で追いかけるわ。うん、了解です。助かった。なんたる悲劇、僕のデリケートな鼻腔が。ほらオリビエも急がないと置いてくわよ。待ちな、てめえ。ここから先に。もう復活し、なかなかタフな連中だね。どかぬというなら力ず。人質を連れてとっと。また現れたか。一度負けたのに懲りない奴ら。狩猟たちを逃がすために時間稼ぎをするつもりですか？兄貴たちには恩返し。
知らない。兄貴たちが逃げるまでの間、愚かではあるが、こちらも全力で応えるのが。行くわよ。休み、子猫ちゃんたち。え、これは。くそ、まさか軍にここの場所を知られるとは。この野郎、話が違うじゃないか。どうなってんだ。はあ、あの人たちが空賊さんたちのボスですか。女の子もいるなんてなんかびっくりですね。無駄口叩いてないで、とにかく取りまくれ。こんなスクープめったにあるもんじゃねえ。どうだナイアル君、いい記事は書けそうかな。そりゃもちろん、連れてきてくれて本当に感謝してますよ。あ、ついでですから大佐も取らせてもらえませんかね。閣下、よろしいですか。勝手にするがいい。今回の作戦はお主の立案だ。正直大した手並みだったぞ。いや、情報部のスタッフの分析が正確だったからです。それとそこにいる諸君の協力の賜物でしょうね。何？まだ状況がつかめないんだけど、これどうなっちゃってるの？お前たちは、あ、エステルちゃんたちだ。遊撃士ども、なぜ貴様らがここにいる。念のために言っておくけど、また一足先に潜入していたの。このアジトもすでに制圧済みよ。逃げた空賊の首領たちをここまで追ってきたんですが、まさか王国軍の警備艇が来ているとは思いませんでした。また出過ぎた真似をしよって。お言葉ですが、閣下は、彼らがいたから我々の突入もここまでうまくいったのです。その功績は認めるべきかと。
まあよい、後の指揮はお主に任せる。わしは一足先に船に戻って空賊どもを締め上げてくるわ。承知しました。相変わらず頑固親父ね。悪い人ではないのだがね、いささか柔軟性には欠けるな。ところで他の空賊たちと人質の方々はどこにいるのだね。他のテストたちはそこらで転がっているはずよ。人質たちには監禁されていた部屋で待機してもらっているわ。そうか。いや、本当にご苦労だった。人質や積み荷の移送を含め、後のことは我々に任せてほしい。行くぞ、カノーネ隊員。承知しましたわ。ああ、ちょっと大佐、お前さんたちにもインタビューしたいんだが、今回ばかりはあっちが優先だ。機会があればよろしく頼むぜ。またね、エステルちゃん、ヨシワくん。いやはや、おいしいところを根こそぎ持っていかれた気分だね。確かに。いいじゃないの。遊撃士の本分は縁の下の力持ちというもの。無用に目立っても仕方ないわ。確かにそうですね。父さんもそのあたりには気を配っていたみたいですし。あれ、そうだったっけ？あ、父さん！その問題を考えなくちゃね。父さんが今どこにいて何をしているのか、どうして連絡をくれないのか。ここで私たちができることはもうなさそうね。とりあえずボスに戻って事件の報告をしておきましょう。先生のことを考えるのはそれからよ。本当にご苦労様でした。やっぱり私の目は間違っていなかったようですわね。皆さんだったら絶対に解決してくれると思いましたわ。でも軍にいいところを持っていかれちゃったしな。解決したとは言えないかも。そんなことはありませんわ。仮に皆さんがいなかった場合、軍の突入もうまくいったかどうか、逆上した空賊たちに人質を傷つけられたかもしれませんから。お前さんたちが潜入してアジトを制圧していたおかげじゃ。胸を張ってもいいと思うぞ。そっかな。確かに人質は解放されて空賊たちも逮捕されたけど、いくつかの謎が解明されぬまま残ってしまったのが悔やまれるわね。湖畔に現れた男たちと空賊の狩猟の奇妙な態度ですね。この事件、まだ裏があると考えた方がいいかもしれません。まあ、そのあたりは王国軍に任せるしかなさそうだの。連中の身柄を拘束された以上、こちらとしては調べようがない。とにかく人質たちが全員無事に戻ってきただけでも幸いですわ。空賊逮捕のニュースのおかげで町にも活気が戻りつつあります。感謝の気持ちに少しばかり報酬に色をつけさせていただきました。え、いいの？もちろんですわ。オリビエさんも本当にありがとうございました。グランシャリネ分の働きができたのであればいいのだがね。ええ、お釣りが来るほどですわ。それでは皆さん、ごきげんよう。何かあったらまたお願いします。失礼いたします。なんだかものすごく感謝されちゃったわね。あれ以上事件が長引いていたら流通はさらに混乱しただろうからね。市長さんが喜ぶのも当然かもしれないな。なんだか嬉しいな。
私たちが頑張ったことでみんなのお役に立てたんだったら生言っちゃって。でも確かにあんたたちももう新人とは言えないわね。正直今回はいろいろ驚かされたわそっかな。とりあえず今回の事件の査定と報酬。市長が言っていた分、報酬には色をつけておいたぞ。それとこれは、これってボス支部の推薦状？あの、いいんですか？うん、これだけの事件を解決してくれたとあっては推薦せぬわけにはいかんじゃろ。どうか受け取ってもらいたい。ありがとう、ルグランジンさん。推薦状に恥じないよう、これからも頑張ります。よかったわね。カシウス先生が聞いたらさぞ喜ぶと思うんだけど。うん、そうですね。カシウスか。一体何、ギルドはおろか家族にすら連絡の一つもよこさんとはな。そうね、先生らしくもない。ボースで突然船を降りた後、一体どこに行ったのかしら。ごめんください。飛行場の受付の。なんじゃ、どうしたね。実は例の空賊に奪われていた定期船の積み荷が戻ってきましてね。その中に遊撃士協会宛ての郵便物がいくつかあったんですよ。それでお届けに伺ったんです。それはご苦労さんじゃった。いや待てよ、ボースから出発した船にどうして打ち当てのものがある。いえ違うんです、ロレント宛てのものなんですけど、こちらにカシウス・ブライトという方のご家族はいらっしゃいますか？え？僕たちがそうですけど。ああ、ちょうどよかった。いや、ロレント支部に連絡したらこちらに来ていると聞きましてね。それじゃ、受け取ってください。この手紙は、うん、父さんの字だわ。宛先はロレント支部の私とヨシアになってる。どうやら船を降りる直前に書いたものらしいね。父さん、ちゃんと僕たちに連絡するつもりだったんだよ。そっかよかったわね。そっちの小包みも先生から送られてきたもの？ううん、他の誰かが父さんに送ったものみたい。あれ、おかしいな。うん、差出人がどこにも書いてないね。では、確かにお渡ししましたよ。ああ、それと空賊逮捕、本当にご苦労様です。いやー、さすが遊撃士ですね。まさか、定期船の積み荷に手がかりがあったとはのう。ここで読むのもなんじゃ、2階の休憩所を使うたい。ありがとう、ルグランジーさんそれでは早速中身を拝見させてもらおうか。またどうしてあんたがちゃっかりいるわけ？いやあ、純然たる興味さ。どうして君たちの父上が出発前に船を降りたのか。このままお預けを食らったら気になって夜も寝られないよ。と言われても。ああ、一緒に冒険したのに仲間外れとはなんと薄情な。アジトに潜入できたのは誰のおかげだったかなと。まったく立ちが悪い男だこと。仕方ありませんね。ただ内容次第では席を外してもらいますよ。もちろんだとも。気を取り直して。エステル、
ヨシュアへ、そろそろ代理の仕事を終わらせた頃合いだろうか。最初はつまずくこともあるだろうが、一歩一歩確実にこなせばいい。お前たちなら必ずできるはずだ。さてこちらの仕事の方だが、少々困ったことが起こってな。どうやらしばらくの間家に帰ることができそうにない。そうだな、女王生誕祭が終了するまでは帰ってこられないと考えてくれ。お前たちには申し訳ないが、まあ今さら親の留守を寂しがるような年でもなかろう。俺が戻るまでの間、お前たちがどう過ごすかはお前たち自身で決めるといい。ロレントで仕事を続けるもよし、声優劇師の資格を得るために旅に出るのもいいかもしれん。16歳という実り多き季節を悔いなく過ごすといいだろう。それではな、シェラザードとアイナによろしく伝えておいてくれ。カシウス・ブライト。先生らしい文面ね。軽そうだけど、あんたたちへの思いやりに満ち溢れているわ。うん、そうですね。うん、女王生誕祭か。聞いた話によるとまだしばらく先のようだね。2、3ヶ月は先のことよ。確かにちょっとした旅行ならできそうな期間だけど、本当に一体どこで何をしてらっしゃるのかしら。それはともかく、そちらの小包はどうだい。差出人不明というところは何とも興味深いじゃないか。まあ確かに気になるけど、父さん宛てのものを勝手に調べるのもちょっと。しかし考えてもみたまえ、父上の失踪と時を同じくして届けられた差出人不明の小包だ。何か関係があるかもしれないよ。そっかな。ちょっとオリビエ、自分が興味あるからってそそのかすんじゃないわよ。いや、オリビエさんの言うことも確かに一理あります。父さんが帰ってくるまでずっと放っておくのもなんだし、調べた方がいいかもしれません。わかった、調べてみよう。これってオーブメントだね。用途はよくわからないけど、メモには、例の集団が運んでいた品を確保したので保管をお願いする。機械を見て R 博士に解析を依頼していただきたい。 K。 これだけ。うん、他には何も書かれていない。シェラさん、この K とか R 博士という人に心当たりはありませんか。うん、残念ながらわからないわね。先生はとにかく顔が広いから外国人という可能性もあるし。ヒントがこれだけじゃ正直お手上げって感じよね。この黒いオーブメント一体何なのかな。形状から言って一般的な用途に使われるものじゃなさそうね。戦術オーブメントあたりに少し雰囲気は似ているけど。いや、それとも違うな。普通の戦術オーブメントにはクローズをはめるためのスロットがついている。だがこれには何もついていない。これはひょっとしたらアーティファクトかもしれないね。アーティファクト？現在作られているオーブメントの原型となった古代文明の動力器のことさ。たまに遺跡から発見されて七葉教会に保管されることが多い。ま、いわば骨董品だね。でもこれは見たところそんなに古いものじゃないわ。最近作られたものみたいだけど。それは確かに。ただ訳ありな品であるのはどうやら間違いなさそうだね。ああ、まったくもう。
差出人不明の怪しげな品が送られてきて、一体どんな事件に首を突っ込んでいるんだか。エステル。ねえエステル、少し考えたんだけどさ、このまま旅を続けない？え？ヨシュア？父さんの手紙にも書いてあったじゃないか、声優劇師の資格を目指して旅をするのもいいだろうって。うん、それは確かにそうだけど。僕たちはロレントとボースで推薦状をもらったよね。残るはルーアン、サイス、オート・グランセルの3つだけだ。ギルドの仕事をしながらこれらの地方を回っていけば、ひょっとしたら父さんの行方がわかるかもしれない。あ、父さんの実力を考えたら余計な心配だとは思うけど、それに外国に行っている可能性だってあるんだけど、それでもただ待っているよりはるかにマシなんじゃないかな。それに R 博士だって見つけられるかもしれないしね。ねえヨシュア。何？ヨシュアってばって。ちょっとエステル、それ一石二鳥どころか十兆くらいあるじゃない。もう憎たらしいくらいに頭が冴えてるんだから。それって賛成と考えてもいいのかな。目指して修行しながらリベール中を歩き回って、ついでにあの不良中年が何をしてるのか暴いてやるわ。あの微妙に目的がずれてきてない？完全に調子が戻ったみたいね。これにて一件落着だね。それじゃ私はこれでロレントに戻るけど、やっぱり心配ね。本当についていかなくていいの？もう大丈夫だってば。一応声優劇師を目指す旅だもん。シェラ姉がいたら修行にならないよ。シェラさんまで帰らなかったらロレント支部も大変でしょうし。大丈夫、なんとかやっていけます。まあそこまで言うなら、あんたたちの年で声優劇師を目指すのは珍しいんだから、くれぐれも無茶しないようにね。それと困ったことがあったらロレント支部に連絡するのよ。あんたたちがどこにいようとすぐに駆けつけていくからね。うん、ありがとねシェラ姉。シェラ姉の方こそあんまり飲みすぎないでよね。私それだけが心配なんだから。まあ気をつけておくわ。心配しないでくれたまえ。なんといってもシラ君にはこの僕がついているのだから。でどうしてあんたもロレントに行くわけ？しかもシェラ姉と一緒に。ボースの郷土料理はとりあえず全部味わったからね。そろそろ他の地方に足を向けてみようと思ってね。ロレントの料理は野菜が絶品と聞いているから今から楽しみだよ。てな感じで美味しい店を紹介しろって言って聞かないのよ。あんまりしつこいから居酒屋で酒に付き合うのを条件についてくることを許可しちゃった。うわオリビエさん、あの本当に大丈夫なんですか？このオリビエ、美人と美食のためなら死ねるさ。本当はヨシア君にもついていきたいところなのだがね。迷った挙句の苦しい選択だった。迷われても困るんですけど。まったく懲りないやつ。ロレントの治安を乱さないでよね。あと仕事明けのシェラ姉って本当にリミッター外れちゃうから、マジで注意した方がいいわよ。何よ失礼な。アイナは付き合ってくれるもん。
あの人だって底なしでしょ。リミッターが外れる？あの、それってこの前よりもすごいのかい？なんというか比較にならないと思います。ふーん、そうなんだ。出発か。ほらオリビエ、急がないと。シェラ君、ちょっと待ってくれたまえ。少し考える時間をくれると嬉しいなって。出発直前になって何を言ってるのかしら。男だったらグダグダ言うな。ひえみんなによろしく。二人ともお元気で。